チームの雰囲気を変えるという意味ではそういったことも必要になってきますよね。明治安田 J1 リーグジュビロ磐田対浦和レッズ、スコアレスのまま後半へと続きます。明治安田 J1 リーグ、本日のゲームはエスタディオデルマルタンガルで行われます。この時間はジュビロ磐田対浦和レッズ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。サイドを紹介です。向かって左のエンドから攻めるのが磐田、反対側右のエンドからが浦和レッズ。裏へ届くか。ああ、いい展開ですね。腰の切り替えも早いですよ。中島、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。渡辺、このボールに触ります。前半17分です。序盤は堅い試合展開を見せているなという印象ですよね。両チームともまだシュートまでいけてませんからね。どちらが先に仕掛けていくのか注目したいですよね。石田とボールは、ここはいいプレスで奪います。さあカウンターを仕掛けます。スペースを使う。さあチアゴサンタナ、カヌマ、これはファールです。平川、松本へ